皆さんこんばんはこんばんはですよね。皆さんこんばんは、神谷絵里です。すいません、今日こんな時間になっちゃった。もう今日聞いてくださいよ、いろいろあったんです。まずですね、昨日の夜に私の母から電話がかかってきて、ね、ソファーに座っていて立ち上がったら右膝がありえないバキッっていう音がして、そこから膝裏がずっと痛いと、なので明日の朝整形外科に連れて行ってくれないかという内容の電話だったんですね。それで、ああもうそれは大変だと思って、それでちょっと全ての用事を繰り上げていかないといけなくて、まず早朝にあんちゃんのお散歩、そして息子を学校に送っていって、その後に母を整形外科に連れて行き、そして息子を学校に迎えに行き、そして帰ってきて、一人レッスンをさせていただいて、それまた、夕飯を母のところに届け、結局ですね、お医者さんが言うことには、肉離れなんですって。なんかね、レントゲン撮って骨も異常なくて、じゃあ MRI を撮りましょうってことになって MRI を撮ったら、なんか本当に骨のところは綺麗だったんですけど、なんか骨の際のところに白くなってて、なんかそこが炎症が起きてる箇所だっておっしゃっていて、で肉離れなんだそうですね。でね、なんかね、ソファーがね、すごい低いんですよ。で低いソファーから立ち上がるのってあれスクワットと一緒なんですよね。それで普段から体を鍛えてるわけでもないので、そんなに支える筋肉とかもないじゃないですか。なので、一気にこう膝のところにこう負担がかかるわけですよね。それをこう日々ずっとやっていたので、ついに右膝が悲鳴を上げたというところなんでしょうか。全治 2,3 週間って言っていて、ってことはですよ、3月の17日のライブ間に合うのかと、もうなんか慌てふためいてね、ハラハラしてるんですけど、とにかく安静にしてるだけ早く治りますということなので、しばらくはですね、私がお炊事をしに行ってですね、なんとか3月17日には間に合わせてもらいたいなと思っている次第でございます。皆さんね、気をつけてくださいね。低すぎるソファ危険です。はい、そんなわけで、こんな時間になっちゃったんですけど、今日はちょっと前っていうか、昔の歌シリーズで、私結構ね、いろんなアーティストさんとか、DJ さんの、アルバムに参加させたりとかしているんですけれども、参加させていただいたりしてるんですけれども、DJ おかわりさんというちょっと変わった名前の DJ の方のアルバムに入っています。オーロラという曲を今日はご紹介しようかなと思います。この曲すごくて、レコーディングに行ったら、このトラックがあったわけですね。ずっと同じ、ループソング、ずっと同じコード進行が続くループソングだったんです。それで、歌詞とメロディーを作ってくれと、なので実質私が作った曲と言っていいでしょうね。コードのなんか感じとか、ちょっとトラックを作ったのはDJ おかわりさんなんですけども、そんな曲をちょっとまずは聴いていただきたいなと思います。オーロラ。
キラ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 ってすごいキラキラした曲でございました。オーロラ聞いていただきました、DJ おかわりさんの、アルバムからですねおかわりなかなか面白い名前ですよね。なんかねあのよく食べるからとかなんかそんな感じのことを言ってたような気がしますが、この方のなんかアルバムの中の曲が、フィギュアスケートのなんて言ったかな、なんか顔はわかるんだけど、羽生さんじゃなくてなんかもうちょっとこう濃いめのお顔の方、なんて言うんでしたっけ、あの方のなんか演技に使われたとかで、一気になんか知名度が上がって、このオーロラも YouTube に上げられているんですけども、すごい再生回数が多かったりとかして、そんな曲らしいですね。はい、そんなことのようです。はい、そんなわけでですね、昔の歌シリーズ結構ね、こういうコラボ的なことをなんかいろんなアーティストとさせていただいているんですけれども、なかなかこうなんか思い返すとね、楽しいなと本当にね、あこんなのあったっけみたいなやつもねあったりして、ちょっとね私も忘れていた曲とかもなんか引っ張り出して、皆さんにご紹介させていただけたらなと思っておりますが、あとはなんかね、リクエストがあれば、コメントで教えていただければ、私が 歌える程度のものでしたら、リクエストにお答えできるかなと思います。なるべくお答えする所存ではありますが、ルーム317もね、そうなんですよね。ルーム317も基本的にこうリクエストナイトで、知らない曲でもね、曲を作りながら歌うとかやったりしてるので、まあちょっとお叱りもあるかもしれないんですけどもね、こんな曲じゃないみたいなね、あるかもしれないんですが、ちょっと前向きにやっているところは分かっていただけるのかななんて思いつつ、いろいろ頑張ってまいりたいと思っておりますので、何かね聞きたい曲があったり、あとなんかご質問など、歌に関してですとかね、歌の仕事に関してとか、もしなんかご質問があれば、お寄せいただければと思います。今日はこんな時間になってしまいましたけれども、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。